続いては松尾アナウンサーです。はい、今気になる話題を私松尾がプレゼンする松プレ、今日はこちらです。福岡市にある地域密着型スーパーマキーです。スーパー業界全体が経営に苦しむ中、ここ数年業績を伸ばしているマキー、その人気の理由を取材しました。スーパーマキーが他のスーパーとどう違うのか、中を覗いてみたいと思います。まず店内に入って気になったのが、こちらがドリンクのコーナーですね。一見普通のスーパーと変わらないように思いますけれども、ちょっとこれ見てください。なんとこちらのオレンジジュース1リットルでおよそ1000円ですね。普段私が買っているのの3倍くらいしますよ。ドリンクコーナーでは果汁 100% など素材にこだわった飲み物だけを扱っています。続いてお肉コーナーへ。こちらはなんと熊本の赤牛を使ったロースの薄切りですね。お値段が4枚で2112円。結構高級ですね。そして豚肉ですけれども、こちらは米沢三元豚、もう全国各地から美味しいブランド豚が揃ってます。他にもおよそ2000円の北海道産の牛乳や1万円を超える調味料などえりすぐりのアイテムがおよそ8000点。他のスーパーよりも割高な商品ばかりが並んでいます。福岡市中央区平尾の三層通りにあるスーパーマキー、24時間年中無休で地域に根ざしたこちらのスーパーは、今月23日でオープン44周年を迎えます。週に3回くらい来ます。他のスーパーにないお菓子もたくさんありますし。ああ、よく来ます。週1ぐらいですかね。いろいろお弁当だけじゃなくって、お刺身とか何でも新しいので。115坪と小さなお店ですが、ここ10年売り上げを伸ばし、去年の年商はなんと7億円。物価高騰が続く中、他のスーパーより割高なのになぜ人気なのでしょうか。生物がとにかく新鮮なので安心して買い物ができます。やはり品質ですよね。質ですよね。素材ですよね。こちらだと安心してもう全て裏を見ずに買えるというところです。マキーでは取り扱う商品の鮮度や品質に強いこだわりがあるといいます。その商品を選んでいるのが創業者のマキー忠社長です。大手メーカーからの仕入れをせず、マキー社長が認めた商品しか販売していません。例えば野菜は、うちに置いてるやつはもうほとんどが農薬使ってないやつ。農家から直接仕入れたり、自社が運営するマキー農園から調達。マキー農園の野菜は何もしないというほったらかし農法で自然の力に任せて育てたものです。さらに惣菜は店内で販売しているこだわりの食材を使い、すべてが手作り。一切砂糖を使用せず、素材独自の甘みを生かしています。よくうちの従業員に言うんやけども、お客さんから対価をいただいて、あなたの体悪くなりますよっていう商品渡せますかっていう。では店が選び抜いた商品の中で皆さんは何を買っているのでしょうか。週1回のペースで訪れるという1歳の子供を育てる母親は、魚、お刺身は一番ここが好きです。鮮度と味が違うと思います。あ、そうなんです、はい、マキーの魚は毎朝福岡市の長浜鮮魚市場で直接仕入れて店に並べています。何今日は、はい、カレーの煮付けとお刺身と、あと、まあ、お野菜なんか作ろうかな。
カレーの煮付け。おいしい。おいしい、おいしい。この日の夕食はほとんど薪で購入したものが並びました。厳選された食材は小さい子供にも安心して食べさせられるといいます。そしてこちらの2つのカゴいっぱいに買い物をした夫婦、飯塚市から1時間半かけて毎週1回来店し買いだめしているという常連です。大量に買い込んだ食材からこの日夕食に選んだのはエビフライを焼きます。簡単な調理で食べられるエビフライです。あらかじめ加工された商品ですが、エビや衣、そして塩コショウまでマキーが厳選した食材を使用しています。毎日の食卓にはこのようにマキーで購入した食品が並ぶといいます。健康とか生活とか生きていく上の食べ物って体を作る基本だと思うんで、高いか安いかって言ったら高いと思いますよ、うん、思いますけど、それ以上のものはあると。マキー人気の秘密はお客さんが対価に見合った商品として納得して買っていることにありました。この物価高の中で割高でもお客さんのニーズに応えるマキーの強さを感じました。では改めて商品の値段を見てみましょう。まず食パン1斤では福岡市の平均小売価格が 161.3 円なのに対してマキーでは346円、卵1パック福岡市の平均が320円に対してマキーは399円、牛乳1リットルは福岡市平均247円に対してマキーは428円ということです。出口さん、いかがです？いや、牛乳428円高いなって思うんですけど、この値段だけ見たら高いんですけど、そこに美味しさとか安心安全っていうのが加わったら、やっぱり買おうって思う方いると思うんですよね。私ちなみにマキーで調味料の山椒を買ってるんですよ。あ、そうなんですか。でやっぱちょっと高いんですよね。でもやっぱり美味しいんですよ。でもそこに価値を見出す方にとっては、行きたくなるお店だと思います。おっしゃる通り、やっぱり素材そのものの美味しさに惚れ込むお客さんたくさんいました。でさらにもっと高い商品も実はあるんですけれども、あえてそちらを手に取る方も結構いらっしゃったんですね。ではなぜその物価高の中でマキーが選ばれるのか改めて見ていきます。30代のお母さん、自分だけなら何でもいいが子供には少しでもいいものを食べさせたい。それから50代と60代の夫婦、食べ物は体を作る基本、原材料をチェックせず何を買っても安心できるというように、マキーに絶大な信頼を寄せている お客さんが相本さん非常に多かったんです。いや、なんかいろんなヒントがありそうな気がしていて、つまり日本はですね、ずっと長い間品質は高く値段はなるべく安くっていうのを尊んできたというか、そういうふうに経済が動いてきたような気がするんですけど、それは消費者にとってはいいに決まってるんですけど、生産する側とかそこで働く労働者にとっては結局賃金にも跳ね返るわけだからいいことじゃないわけですよ。だからいいものに対しては手間かかってるものに対しては相応の値段を払うっていう、価格を払うっていうね、というふうにしていく。で皆さんがこのマキーを利用できるはずがなくて、現状だともう苦しんでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱり経済構造的にやっぱ賃上げをちゃんと適した賃上げをして、全体的に構造的にこういいサイクルに回していって、なんかちょっとこうやっぱりそういう経済に関わるある種のカルチャーみたいなのも変えないといけないのかなという気がしました。生産者の意識改革にもつながっていきそうですよね。で今週木曜日からは創業祭も開かれるんですね。毎年好評だという蜂の巣入りの蜂蜜が数量限定で販売されます。こちらはなんと平尾の店舗の一角で育てて作ったというこだわりようなんですね。毎日口にするものですので、自分が手に取る商品もっと意識を持ってみてはいかがでしょうか。